よし、ではお化け屋敷の女、話を聞いていきましょうか。 Go。 お化け屋敷の女か。怖い話っつうか、まあ俺的にイラついた話するか。俺、去年の夏休み、T 遊園地でバイトしてたんだよ。それもさ、乗り物の管理とか売店とかじゃない、お化け屋敷だよ。まあそのお化け屋敷の女っていう、こうタイトルからちょっと話がね、あんまりこう想像できないですよね。行ったことあるか？ T 遊園地のお化け屋敷ってすっげえでけえんだよ。一個の建物丸々使ってて、一周何十分とかかる。要所要所にお化けに扮した従業員が隠れてて脅かすんだけど、俺もその一人だったんだ。なんかBGM がないですね。まあお化け屋敷だけにというわけではないんでしょうけども。本当はなバイトやりたくねえんだけどな。バイト探してるとき、人をビビらせる仕事って書いてあって、そんなら、向いてるかもと思って、要項も見ずに、応募したんだよ。時給良かったしな。やってみたらクソみたいに鬱陶しい仕事だった。化け物のメイクして衣装着て、あ、大変そうだね。カップルとか家族とかガキが来るのを片っ端から、脅かしていくんだよ。したら向こうはギヤーって、もう悲鳴がうるせえのなんのって、黙ってろって思った。いろんなやつがいた。ガチビビりして逃げていくやつ、泣き出す子供、楽しそうな女子、しらけた目で見てくるおっさん。それつらいな。まあそういうのの中だと、楽しそうに怖がってくれるやつが一番マシだったかもな。本気で怖がられると悲鳴がうるせえし、しらけてるやつは殺意湧いてくるから。その日の客はだいたいノリがいいやつばっかで、ギャーギャー騒いで逃げてってたな。特に一人で入ってきた女な、あ、これかな。女って同い年くらいのやつだぞ。一人で入ってくるやつは珍しかったから印象的だった。普通はやっぱり他のやつらとつるんで騒ぎたいもんだろ。俺は一人でいる方が好きだけどよ。タイトルの女の人でしょうね。そいつは一人で、他にも友達もいないみたいだった。普通は一人で遊園地来ねえし、他の友達は怖がりだったのかもしれねえな。普通の女だったぞ。階段向けの赤いコートとか白い着物とか黒髪を振り乱しているようなのじゃなかった。茶髪を巻いてて、カジュアルっぽい格好して、たっけえヒールの靴履いてて、まあ可愛いんじゃねえの、興味ねえけど。ああでも顔自体は見えなかったんだよ。つうのはさ、もう暗いから、周り全部真っ暗だから。そうですね、お化け屋敷の中で人の顔見るっていうのは難しいでしょうね。よっぽどね、近づかないと。客は最初に懐中電灯を渡されて、それつけて探索するんだけど、そいつはつけてなかったんだ。え？確認はしてるから電池切れってことはないだろうし、自分の意思で消していたんだろうな。たまにいいんだよそういうやつ。足元だけはもともと若干明かりがついてて、そのおかげで胸くらいまでは見えたんだ。でそいつが来るだろ。俺はいつも通りゾンビっぽい格好して、低い声でうなりながら歩み寄るんだ。女性で一人で、でかつお化け屋敷に入って、そしてさらに懐中電灯をつけないって、かなり怖い状況ですね。したらすげえ反応でさ、そいつ一瞬ビクッとした後、キャーって悲鳴上げてんだか歓声上げてんだかわかんない声出して、そんで超怖い、やばいんだけどって爆笑しながら逃げてったんだよ。おお、うるせえから追い払おうと思って追っかけたんだけど、それで余計に喜んでたしな。そんな感じで、まあいろんな客が来る。ガキはあんまり騒がないように、手加減して脅かすし、うるさいやつらは全力でやるし、脅かしたらまた隠れて、誰かが来たら準備して脅かして、あ、まあそうだね、なんか大変そうだね。それで大体、10分間隔くらいで客が来るんだったか。入り口の控え室に客貯めといて、時間計って送り出すから一定間隔になるんだ。でも客が来なけりゃ間隔は空くんだよ。
その時も最後に来たカップルを脅かしてから20分くらい誰も来なかった。うわ怖いね。それはそれで暇だけど何もできないし仕方ないからぼーっとしてた。俺は一人でぼんやりするの得意だから望むところなんだけどな。でも他のバイトが話してたことによるとそういう時間が一番怖いらしい。まあそうだよね、これ怖いよね。ほら客がいないってことはこっちが一人っきりってことだから、それでビビるくらいならこのバイトすんなよって思ったけどな。このまま客が来なきゃいいのにって思いながら待ってたら、そのうち足音が聞こえ出した。ヒールの音でやけに反響してて、だんだん近づいてくるのを仕方ねえから準備して待ち構える。そんでそいつが来た時にゆっくり立ち上がって脅かした。したらそいつさっき来た女だったんだよ。髪巻いて高いヒールの。また来たのかよとか思いながら追いかけたら、また楽しそうに悲鳴上げて逃げてってさ。2回目とかどんだけ気に入ってんだよって感じだよな。まあ何回来たっていいんだけどよ。いやな、2回目来るやつって案外いるんだよ。乗り物でも気に入ったジェットコースターループするやついるだろ。ああジェットコースターループするやついるだろうか。そういうもんでさ、出口から出たらすぐ入り口に並び直してるんだろうな。俺は全然その気持ちはわかんねえけど、そうは言っても2回が限度だけどな。だってあのお化け屋敷って遊園地のパスじゃ入れなくて、おお別料金500円なんだ。2回も入ったら1000円だよ、札だよ。それ以上はコスパ悪すぎだろ。だから普通は2回が最大。でもそいつは違った。また来たんだよ。客のラッシュも途切れて暇だなとか思ってたら、またヒールの足音が聞こえたんだ。一人分でやけに響く。まさか3回目来たんじゃねえかって思った時、そいつが部屋に入ってきた。相変わらず電気もつけずに顔もよく見えなくて、3回目とかすげえなって思いながらまた脅かして、またそいつが逃げてって、それからしばらくして何組か客を脅かしてぼーっとしてた時、ヒールの音が聞こえてそいつが来て、俺もう信じられなくてよ、嘘だろって思いながら脅かしてた。何回このやり取りやったんだよ、もう4回目だろ。そいつが変わらず楽しそうに逃げていくのを思わず見送っちまったよ。別に何もなく、ただ部屋を出てって足音が聞こえなくなるだけなんだけど、見送った後隠れるのを忘れるくらいだった。意味わかんなすぎてイライラしてたんだよ。今お前らがこの話を聞いてもあんまし何とも思わねえかもしんねえけど、その場にいた俺からすると相当異常だったんだよ。これ本当に大丈夫なのかって警戒するくらい大丈夫じゃなかった。その後そいつは10回以上は同じようにして脅かされに来た。何回だったか途中から数え始めたからはっきりとは分かんねえんだけど、16回は確実だな。それまでにも何回か来てるから20は超えてるだろう。さっきも言ったけど、あのお化け屋敷って遊園地のパスじゃ入れなくて、絶対1回ごとに500円払わないといけない。それが20回ってさ、1万円だぞ。それで他の乗り物にも乗らずに友達も連れてこないで一人で永遠お化け屋敷ループしてんだよ。まあすんごいお化け屋敷好きなのかもしんないけど、でもそんなのってあるか。なんか納得できねえな。あるかよ。ないよな。最初にあいつが来てから何時間経ったんだろうな。俺途中から意味わかんなくなってあいつのことで頭いっぱいだった。なんでだよってずっと考えてた。最初は普通のやつにしか見えなかったんだよ。別に髪の毛振り乱して赤いレインコート着てるわけじゃないしさ。でも明らかに変なやつだろ。あいつなんでお化け屋敷から離れてかねえんだよ。何時間もかけて1万円もはたいて一人で何やってんだよ。おかしいだろ。この時にはもう誰かを脅かすとかじゃなくて、俺がイライラしてどうしようもなかった。胸の中がモヤモヤしていても立ってもいられないイライラ感。
わかるか？本当あいつは何なんだよ。ぼんやりしながら考えてて、ふと気づいた。そういえばなかなか客が来ない。あいつっていつも客の流れが途切れてしんとした頃に現れるんだ。俺の周りに誰もいなくなった時に来る。それに気づいた時、すっげえ嫌な予感がした。ああ次来るんだなって、そう思ったちょうどその時、カツーンってヒールの音がして、比喩でも何でもなく宗家だったんだ。やっぱりまた来た。客がいなくなったのを見計らってあいつが、もう何十回も脅かされてはケタケタ笑って逃げるっていう、それだけを繰り返しに来た。もう落ち着かなくて、すげえ心臓がドキドキした。こいつは何なんだよ、本当に人間か？人間じゃなかったら俺ここまで脅かしてたらやべえんじゃねえのか？足音は近づいてくる。俺はもう脅かす気なんてまるで起きなくて、隠れたまんまやり過ごすことにした。そのうちそいつは現れた。やっぱり相変わらずで、懐中電灯もつけずに、顔は真っ黒で何も見えない。さっさと通り過ぎろって思いながら俺は見てる。でもそいつは俺が現れるはずの場所で立ち止まった。やっちまったなって思ったよ。そりゃもうどこにどんな仕掛けがあるかなんて覚えてるよな。出てこなかったら不審に思うだろうよ。でも俺は何もする気ねえからどっか行けって願ってた。もちろんそんなの通じるわけない。女は立ち尽くしたまま俺が出てくるのを待ってるみたいだった。俺は出ない。女は立ち去らない。そのまましばらく膠着状態が続いて、もう時間止まってんじゃねえかって思った。そのまま待って、先に動いたのは女の方だった。俺が隠れてる棚の前まで来る。棚をガンガン叩く。ビビる俺を多分向こうから見つめてる。そんで言ったんだ。ねえ、いるんでしょ？答えることなんてできなかった。俺は女が苦手なんだよ。状況やばいねこれ。またガンガンと棚を叩かれた。俺を呼んでるんじゃない。これはムカつくから叩いてるんだ。喧嘩が通じるような相手じゃないと思ってた。だからもうどうしようもなくて叫んだんだ。うっせえな。そしたらピタッと音が止んだんだよ。追い詰めてくる音がなくなって、いきなり何も聞こえなくなる。でも安心しきれるわけがない。まだ女は向こうにいるんだよ。動くこともできずに、ただ耳を澄まして棚の向こうの気配を伺った。心臓がすごい勢いで動いて、冷や汗がだらだら背中を伝ってる。女はそれ以上動くこともなければ喋ることもなかった。10分以上そのまま固まってたと思う。次に聞こえた音は遠くからやってくる足音だった。ヒールじゃなかった。いくつかの軽い足音とガキがはしゃぐ声。家族連れだ。その時ようやく体から力が抜けるのを感じた。正直言うとな、そうだよ、ビビってたんだよ俺は。その時ようやく安心できたんだ。そいつらが通り過ぎる時、こっそり棚の裏から向こうを覗いてみたけど、普通の家族だったし女ももういなかった。そこでちょうど俺の勤務時間が終わりだった。他のバイトと交代してその日の仕事を上がった。おー、遊園地だね。お化け屋敷から出てみた夕焼けはなんつーか感動もんだったよ。綺麗ですよね。その後休憩室で同じ時間に働いてたバイトに聞いてみたんだ。何回も来てる女いたよなって。したらそいつ、客の顔なんて覚えてないだと。クソの役にも立たねえ。よくわかんないままもう考えるのも面倒になって、そのバイトはやめた。
今でもたまに思い出してあいつが何だったのかって考えちまうんだよ。お化け屋敷が異様に好きな人間だったのかもしれないし、それともなんか変なもんだったのかもしれないし、答えなんて出ないけどな。怖い話なのかどうかもよくわかんねえけど、とりあえず俺の話はこんなもんだ。仕方ねえだろ、作り話じゃねえんだからオチがねえんだよ。終わりだ、終わり。 R は話し終わると不機嫌そうに鼻を鳴らしてふんぞり返った。自分から話した話で勝手に機嫌を損ねられてもこちらの知ったことではない。では次のものに語り手を任せていいか。結局お化け屋敷の女とは一体何者だったんでしょうね。まあ思うに生きてる人間ではないとは思うんですよね。もう死んでしまった幽霊だとは思うんですけども、あそこのお化け屋敷にそこまで固執していたのは、何かその場合本当にお化け屋敷が好きな人だったのか、生前ね、まあ、またはその何かバイトを当時してて、働いてて何かの事故で亡くなってしまって、でもお化け屋敷自体はすごい好きだからあそこにこう、そうですよね、その霊というか魂がとどまってしまったんじゃないかなと。でもその魂は、その霊は決して悪い霊ではなくて、お化け屋敷が好きで、まあ、脅かすのが好きなのか脅かされるのが好きなのかはちょっとわからないですけども、とにかくそのお化け屋敷が好きな、人だったと。でだからこそそのお化け屋敷の営業時間、その営業に支障が来さないように、支障を来さないように、客足が途切れた時を見計らって、そうね、そのお化け屋敷の中を、まあ、歩いて、まあ、その従業員、その脅かすお化けを自分の仲間だと、まあ、亡くなってしまったとこう思い込んでしまっているのか、雰囲気を楽しんでるのかは分かりませんけども、まあ、そういう固執した、そうね、例なんじゃないかなと思います。ということで、では次のものに語り手を任せていいかと言っておりますから、まあ次の方のお話になるんでしょうかね。勝手にしろ、俺の話はもう終わり。言葉は途中で途切れ、あれ、 R はあからさまにびっくりと体を跳ねさせた。息を呑み、あたりをキョロキョロと見回す。え、まだ終わってないのこれ。暗くて顔は見えないが、きっと引きつっていることだろう。どうした？俺の問いには答えず立ち上がる。手探りで図書準備室の中を歩き、扉へたどり着いた。どこへ行くつもりなのか。皆がうろんげに見守る中、R はハッと息を吸った。このうろんげというのは、怪しげなとかうさんくさいという意味のようですね。ちょっと調べました。うるせえんだよ。凄まじい勢いで引き戸を開け放ちながら怒号を上げる。彼にはきっと彼女が見えているんでしょうね、あのお化け屋敷のあの女が。静かな図書室にまるで雷のように轟き、他の3人が悲鳴を上げた。凄まじい迫力だった。心の底からの怒りと恐怖をすべてぶちまけたような。すごいね、 BGM が激しくなってきてる。その余韻が消えるとまた静寂が返ってくる。 R は少し息を乱していたが、すぐに扉を閉めてそこに寄りかかった。疑問に思うのは当然で、 R に問いかける。 R、 どうした？彼はごそごそとポケットをまさぐっていたが、やがて舌打ちをした。たまにヒールの音が聞こえる気がするんだよ。ヒール？今聞こえたか？いや、あ、ちょっと思ったんですけども、これたまたまその R がいたお化け屋敷に霊が、女の霊が来て、 R がたまたまそれを見たんじゃなくて、 R 自身の過去の中に何かやましい出来事があって、その時の女があのお化け屋敷に来たのかなとも今ふと思ったんですよねはい、R は苛立たしげに、低く、うめく、どっか遠くからカツンカツンって聞こえるんだよ。そんでだんだん俺に近づいてくるんだ。いや、そんな気がするだけで
別にはっきり聞こえてるわけじゃない。ビビった俺の幻聴だってんなら焼きが回ったもんだな。まあとにかくそれは俺にだんだん近づいてくるんだ。だから俺はそばに来られる前に脅かす。ああ、なんでだろうな。よっぽど俺の脅かし方が気に入ったのか、それとも途中でやめちまったから怒ったのか。怒ってんだろうな。あの時は見逃されたけど、次に脅かし損ねたらどうなるかわからねえ。ああ、だったらさっき私が後半話したことはちょっと違うようですね。ちょっと見当違いな気がする。殺されるのか呪われるのか、とにかくろくな目に合わねえだろうな。だから俺はどんな時でも足音が聞こえたら脅かすようにしてるんだ。朝でも昼でも夜でも、タバコ吸ってても街中でも、あの女が望んだなら。はあと心底疲れたため息をつく。誰も何も言えなかった。そうすれば悲鳴が上がるんだ。楽しそうで歓声みたいな悲鳴が。悲鳴はそのうちゲラゲラうるさい笑い声に変わっていく。頭が割れそうなほどに笑い声を響かせて、そんでヒールの音を立てながら逃げていくんだ。 R はどうやら耳を塞いでいるようだ。もしかすれば聞こえているのだろうか。今もその笑い声が。しんと教室は静まり返っている。誰一人として言葉を発するものはなかった。動けばこの張り詰めた空気に食われるとでも言うように、微動だにしない。やがてアルは扉から背を離し着席する。もういい、次のやつ話せよ。怖いね、この後を引く怖さありますね。はい、4番目は Y だ。臆病そうな彼が果たしてまともに階段を語れるのだろうか。しばらく黙り込んでからようやく口を開いた。それじゃあ、とある儀式についてと呼び出されたもの。ああ、また下の方がちょっと興味引きますけども、次回はこのとある儀式についての話を聞いていきましょうか。